いやアルチョム、武器が欲しいのか。じゃあ見てってくれ。 5.45 ミリサブマシンガン、アーモリー製だ。命中率は悪いし、すぐ熱くなっちまう。だからバカマシンガンなんて呼ばれてる。ショートバーストで使うよ。弾も少し持っていきな。こいつはいわゆるバッテリー用の万能充電器だ。それとガスマスクな。放射能汚染区域に入っちまうとき、もしくは地上に出るときにつけろ。軍用の治療キットも持っていけ、一応な。よし、これで全部だ。銃の試し撃ちならいつでもうちの射撃場でやってくれ。そうそう、ボサッと頭を出してるとやられるからな。いやアルチョム、武器が欲しいのか。じゃあ見てってくれ。 5.45 ミリサブマシンガン、アーモリー製だ。命中率は悪いし、すぐ熱くなっちまう。だからバカマシンガンなんて呼ばれてる。ショートバーストで使うよ。弾も少し持っていきな。こいつはいわゆるバッテリー用の万能充電器だ。それとガスマスクな。放射能汚染区域に入っちまうとき、もしくは地上に出るときにつけろ。軍用の治療キットも持っていけ、一応な。よし、これで全部だ。銃の試し撃ちならいつでもうちの射撃場でやってくれ。そうそう、ボサッと頭を出してるとやられるからな。いやアルチョム、アーモリーへようこそ。今やレンジャーだって。いつか祝杯をあげなきゃな。とりあえずは装備を整えるといい。まずは一番大切なものからだ。ガスマスクは欠かせない。ガスマスクなしでは地表は歩けない。20年もこの調子だ。未だに勝手にお湯が湧くくらい汚染されてる場所もある。地下にだって汚染区域はあるんだ。マスクのフィルターも忘れるな。まあこいつがなくても十分クールだが、つけた方が健康にいいのは間違いない。次は治療キットだ。そうだな、生き延びたいならこのオレンジ色の生かしたアイテムは欠かせないぞ。これが今月分の報酬だ。いいか、報酬は軍用弾で支払われる。普通に弾薬として使えば大きなダメージを与えるが、銃、アタッチメント、通常の弾薬、装備品をメトロの店で買う時のために蓄えておくのが賢いです。よし、ここからがお楽しみだ。武器を選んでくれ。好きな武器を手に取って射撃場で試してみよう。